3年連続で優勝を逃して2年連続で B クラスに沈んだ巨人、負けが込んでくるとチームの空気も悪くなってきて犯人探しが始まるものです。プレーするのは選手ですが、批判は首脳陣に向けられるもの。指導方法や選手起用に対する考え方の違い、現役時代からの遺恨、それらがあぶり出されてきます。原辰徳氏が今季最終戦後のセレモニーで退任を発表した時に指導不足と言ったのはそこも踏まえているでしょう。21世紀に入ってから巨人のリーグ優勝のすべてが原氏によるものでした。それがなぜ指導不足で退任することになったのか。優勝を逃し続けたこの3年間、巨人の内部では何が起きていたのでしょうか。そこで本日は近年の巨人軍の成績を振り返りながら、混迷を極めた巨人軍の真相について紹介していきたいと思います。桑田真澄と原の関係、原氏との遺恨で真っ先に思い出されるのは桑田真澄氏。2021年の監督就任時に桑田氏の招聘に動いたのは当の原氏でした。野球観、人生観、そういったものをスタッフの一員として思い切って選手たちに伝えてくれと熱い思いを伝え、一軍の投手コーチとして巨人に迎え入れたのです。しかし桑田氏の深い経験に裏打ちされた投手起用の考え方は原氏との軋轢を生むことになってしまいました。そもそも桑田氏は先発投手には少しでも長いイニングを投げさせようという考えを持っています。先発投手としてピンチのしのぎ方を覚えつつ中継ぎ陣を休ませることにもつながるため一石二鳥というわけです。一方監督の立場からすると先発が崩れれば早めに中継ぎを投入し情に流されずに目の前の勝利を貪欲につかみに行くという考えは当然です。しかしそれが過度に続くと後ろの投手の負担が大きくなってしまいます。それが顕著に出たのが2022年の大勢投手でした。新人ながら57試合に登板、新人最多タイとなる37セーブを記録して大活躍。しかし桑田氏の目にはまだプロの体になっていない新人を酷使していると映っていました。チーフコーチという立場から今後の巨人を背負って立つ大勢投手を壊さないために連投をさせないよう進言をしていたのです。しかしチームの不調で背に腹が変えられなくなった原氏は大勢投手に3連投させてまで勝ちに行きました。これに対して桑田氏は個人的な意見と前置きしつつ、チームの勝利は大事ですが彼には将来もあると記者団を前に批判を展開。このコメントの影響か2023年はファーム総監督に配置転換されています。桑田氏との距離は遠ざかったものの、2023年は新たに原氏と微妙な関係の人物が一軍スタッフに加わったのです。それは誰でしょうか。史上最弱の巨人軍、原氏は2022年のシーズン後のインタビューで自分が関わった中では一番弱いチームだったと巨人の弱体化を嘆きました。特に守備の数字が悪化、失策数が82個で守備率は9割8分5厘でした。前年の2021年の失策数が45個、守備率9割9分1厘はリーグトップだっただけに劇的に悪化しました。そこで白羽の矢が立ったのが原氏とは微妙な関係にある河合正広氏です。2022年にはファーム総監督として活動していましたが一軍で総合コーチとして指導することになったのです。河合氏といえば犠打の世界記録保持者ですが守備も一流です。ショートとして6度ゴールデングラブ賞を受賞しています。2023年の春のキャンプイン直前の取材では技術に妥協はない、ユニフォーム脱ぐまでずっと追い求めていかなきゃと熱を込めて語りました。しかし河合氏と原氏には球界関係者なら誰もが知る行き違いがありました。2003年に現役引退を表明した河合氏、巨人の一軍コーチの内定が出ていました。しかし原監督辞任により人事が混乱した結果二軍コーチに変更となりました。河合氏は不服だったのでしょう。
当てつけのように引退を撤回、なんとライバル中日の入団テストを受けてまで現役を続行したのです。訳ありで巨人を飛び出した川石ですが、2011年にコーチとして巨人に復帰したのは、川石を高く評価する球団の意向が強く反映されたと言われています。さらには2015年には原氏の後任の監督としてリストアップされています。原氏から見れば球団から現場に送られたスパイのように見えるでしょう。巨人は2023年の開幕ダッシュに失敗すると、まだ4月半ばというのに三塁コーチャーを川石に変更、原氏寄りのコーチからの進言とも言われていて、川石への責任のなすりつけと言われています。選手もそれを感じ取っていて、野球に集中できる環境ではなかったのです。史上最弱から最強へ、巨人の首脳陣らが内輪で揉めている間にスルスルと抜け出して日本一に輝いたのが阪神です。阪神のチーム本塁打は84本で、巨人の164本のおよそ半分しか打てていません。空中戦ではかなわない阪神が巨人を大きく引き離して優勝した要因は何でしょうか。大きく改善したのは守備です。甲子園は土のグラウンドのため内野の打球処理が難しく、阪神の内野手の失策数は多く記録されます。そんな中で劇的に改善したのが併殺打のダッシュ数です。2023年は130個とリーグトップの数字、チームの失点数も424で、これもリーグトップです。堅い守りで掴んだ日本一でした。数年来阪神の課題であった守備力の向上に貢献したのが何を隠そう川石です。2021年春のキャンプでは阪神の臨時コーチとして守備の指導に当たりました。今季その指導力を買われた川石は守備総合コーチとして選手を指導します。秋季キャンプでは自らバットを握り、ランナーとアウトカウントを指示。川石は僕たちが一生懸命ノックをしたり助言したりすることで選手も感じるものがあるはずとの言葉の通り、若手に檄を飛ばしながら一緒に汗をかいています。その指導は内野だけには限りません。外野からのスローイング、内外野の連携プレーといったコンビネーションプレーにも多くの時間を割いています。川石自身は監督が交代したことで契約が切られるのではという不安があったそうです。それが一軍のコーチに配置転換されたため息に感じているでしょう。もともと得点力の高い巨人、川石の指導で守備力が向上し失点を減らすことができればもう鬼に金棒です。史上最弱と言われてからの V 字回復で来シーズンは優勝できそうですね。いかがでしょうか。巨人ファンにとって3年間も優勝がないというのはほとんど経験がないことです。選手は頑張っていたものの、その裏でいろいろなことが起こっていました。強いチームにしたい気持ちは皆同じだったはずですが、同じ方向を向いて戦うというのは難しいものです。そんな中、現役晩年以降酸いも甘いも経験した川石は、守備コーチとしてはもちろん、まだ若い首脳陣の精神的支えにもなるでしょう。これからも川石の働きに期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。